どこ行くんだゾロ。そっちは逆だ。西はこっちだぞ。まあ、お前の方向音痴じゃ男と飽きてるな。西、そっちは東だぞ。もしかしたら死ぬかもしれないんですよ。ああ、みんないつか死ぬさ。平気なんですか？平気じゃねえ。ワクワクしてるぜ。え？笑ってんじゃねえ！アミさん、ロビンちゃんのこと失敗しろ！メレーゴとついでに揃ったチョッパーの子供な！ロー、別にいいだろ、お前！どういうわけ？足跡も消えてやがる。おや、さっきからエースの姿が見えないか。隠れちまったんじゃねえのか。その説が最も有力だが、誰もそこにたどり着けずにいる。どんなもん、行ってみりゃわかるさ。やあ、ネギも食ったし、準備つか。ほら、一人で食ったのか。おお、このまでに。ナミが言ってたろ、ここにいるとコニスとおっさんに迷惑がかかるって。でそりゃそうだが、どこ行くんだよ。決まってんだろ、生贄の祭壇だ。でどうやって行くつもりなんだ。考えんな。海賊王も元気なもんだ。あれおう、あれ違うんだ。戦いの後ぶっ倒れて飯を食い損ねるのが嫌なもんで。はあ、寝たまま飯を食う技を身につけたらしい。寝てんのかよ。あれ知れば逃げたみんな。キリンの持つ底知れぬ破壊力を甘く見るな。変形人獣型見せてやる。生まれ変わったわしのパワー。何もできない。そうだ、何もしなきゃいいんだ。寝てようぜ。さあ寝ろ、早く寝ろ。
にかくうまくいってよかったよかった。あーあーカホニー、お前が水に沈まー。いやー危ねえ危ねえ、殴るわよ。ところで、ナミ、うちの船の今の経済状況は？残金5万ベリー。5万？なんでそんなに貧乏なんだ。船長として一言言わせてもらうけどな、おめえら少し金の使い方ってもんを考えてたな。お前の職位だよ。精神を統一させ無の境地に、私もお付き合いさせていただきます。ゾロさん、うん、こういう時に話しかけるのはもってのほかと重々承知してるんですが、なんだよ、私トイレに行きたくなってしまいまして。そんなもんいちいち俺に言わねえでさっさと。それが足がしびれて立てないんです。しびれる筋肉が。Play
差し置いてこんなうまいもん食うとは言ってんじゃねえか。くっま、でも確かにここの料理はうめえよ。おめえには悪いと思ってるが。君が飲むや。先日も今日もお腹いっぱいごちそうになって私少し太ったかも。私骨なのにやかましいわい。黄金を奪って逃げるぞ。黄金があるの？バカ、声がでかい。バカみたいによ。あんたの声の方がでかいわよ。バン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 。おいチョッパー、いねえのか？何があったのか？返事しろー！